は朝から強い日差しが照りつけ、午前9時には各地で気温が30度を超える厳しい暑さとなりました。県内で最も高い気温を観測したのが気象庁のプールに来ています。あまりの暑さのせいでしょうか、県内に泳いでいる人はいません。目につくのは監視員の方です。愛南町御所では午前11時33分に今年最高となる 35.2度を観測。このほか宇和島では 35.1度など、2つの地点で気温が35度以上の猛暑日となりました。この暑さのせいでしょうか、取材班が訪れた正午過ぎ、広いプールの中にお客はわずか1組しかいませんでした。この暑さはどうですか。もううだりますね。体にきます。暑い暑い。一方、松山市内曇り空となっています。暑さを感じにくい天気ですが、私の手元の温度計を見ると 33.7度となっています。松山市は蒸し暑い一日に。午後2時50分に最高気温 32.1度を観測しました。暑いですね。蒸し暑いですよね。ね、過ごしにくい。熱中症になるそう。アウト、アウトです。チャンネル4の調べでは、今日午後4時時点で県内で合わせて9人が熱中症の疑いで病院に搬送されています。今治市では屋外にいた10歳未満の女の子が、新居浜市では屋外でトレーニングをしていた女子中学生2人が救急搬送されましたが、いずれも軽症とみられています。宮口さんです、はい、梅雨明け前のこの厳しい暑さ、体に応えますよね。本当に蒸し暑い一日でしたよね、はい、その原因はこちらです。今日の朝の天気図なんですが、今日は午前を中心に梅雨前線が一旦山陰付近まで南下しました。そのため松山周辺では雲がかかる時間が長かったんですが、この前線がかかったとしても上空にはですね、このように真夏並みの暖かい空気が流れ込んでいたんです。でさらにこれだけではなく、大陸や高気圧周辺からは湿った空気がこう流れ込みましたので、もうまさに高温多湿状態で蒸し暑い一日となりました、はい、松山では雲が広がっていましたけれども、はい、県内では熱中症の搬送もありましたよね。はい、そうですね。この熱中症のリスクを高める一番の要因は湿度になってくるんです、うん、はい、熱中症の危険性を表すこちら暑さ指数なんですが、気温と湿度、そして照り返しなどの日差しの強さから計算されているんですが、はい、湿度は7割も占めているんですね、はい、ですので湿度が高く蒸し暑い日ほど汗が蒸発しにくいので、うん、体内に熱がこもって熱中症のリスクが高まります。ですので今日のような曇りの日でも油断はできないんですね、はい、今日の気温と湿度の関係見ていきます。気温が30度以上でさらに湿度が 60% 以上になると体感としてはかなり蒸し暑い状態となりまして、今日も松山などでは熱中症にかかりやすい気象条件となりました。この先の天気と気温を見ていきます、はい、今日は雲が広がりましたが、明日は一転また強い日差しが戻ってきそうです。強い日差しとともに厳しい暑さが予想されています。また来週にかけても気温と湿度ともに高い状態が続きます。まだまだ暑さに慣れていない時期ですので、熱中症に警戒してください。